なんなのこいつ、いきなり来たんだけど。え、嫌やろ、だって。喋ってわかる、絶対落ちるな。とか言える立場でもないんだよ。マイクの向きが下です、OK。 うお願いします。お願いします。はい、まさかの、まさかの、まさかの企画。うん、今、はい、だって一時オーディション終わったんだもん、もう。そうですね。あ、まず先に企画は、この子は、すごい有名人らしいので、一時すっ飛ばして二時に行くっていう、まあそんな言い方失礼だよな、みんなに、一時の人たちにね。すいません。なんだけど、あ、誰ですか？あ、クリエミと申します。よろしくお願いします。あ、クリエイティブエミリー。違う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 、全然違う。違う。クリエミ、クリエミがもう一個の芸名なんですよ。まあちょっとエージェントの関係からね、この子すごいですと推薦されて、はい、まあ今がオーディションで、これで、こいつねえなと思ったら、なしです。でも、あ、ありだね、はい、じゃあ2時行こうだったら、うん、2時に行ってしまうというね、はい、みんなからしたらふざけんじゃねっていう企画が、はい、1回きりのこの企画をやります。お願いします。はい、さあ、クリエミさん、何者ですか？はい、私は普段、もともともうタレントだけでずっと生きてきたんですけれども。見たことある。え、あります？見たことある。これあれやろ、なんとか製だろ、コリン製。コリン製だろ。違います違います、ユーコリンじゃない。わかった、ツーユーコリン2。いや、でも本当に似てるって言われてましたね、ずっと。めちゃくちゃ似てる。やだよね、あれに似てればやだよな。え、でも私好きなので嬉しいですね。まあやっぱこれ業界あるあるですね、言えないっていうね、はい。まあインフルエンサー枠で途中参加させていただきます、クリエミです。よろしくお願いします。私は普段は、タレントであったりとか、あと会社を経営していて起業家としても、活動させていただいております。普段はタレントの活動と会社の経営が主なんですけれども、今回のこのミラノコレクションの企画すごく面白いと思っているのと、まあこういう企画があるっていうのがたくさん世の中に広まればいいなと思っているので、ぜひぜひ全力でインフルエンサー代表として頑張らせていただけたらなと思います。よろしくお願いします。以上、クリエミでした。バイバイ。まあ、ちょっと話を戻させてもらうと、はい、普段タレントを今はやりつつ、会社の経営とかもやってて、まあ結構メディアとかでは、まあなんていうか二刀流みたいな感じで出してもらうことが多いですね。何やってんの？オンラインクリニックとか男性用の AGA のサービスとか。 AGA って何？薄毛とかハゲのハゲの相談、はい、とか、ハゲの相談聞いて、 あとは美容外科だったりとか、まあ、レーザーだったり、そういう本当結構いろいろやらせてもらってて。博士なん？いや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 、趣味でなんかやってたらなんかこう形になってきたっていう感じでっていう、最近ここ4年くらいで、まあそういうことやり始めて、でまあ今もいろいろ、まあ医療系が好きなので、まあなんかアフターアピールとかそういう系の事業もちょっとやり始めてますね。そんな人です。ワン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 、ハテナだね。そうですね、まあ、要するに生きてるってことね。生きてますね、うん、ごめん、インフルエンサーって聞いて、もともとはね、インフルエンサーって聞いたのよ、はい、うん、はい、タレントや。タレントですね。タレントで、タレント社長でインフルエンサーだ、はい、あ、そうです。インフルエンサーってさ、どれぐらいなの？フォロワーで言うと250万人ぐらいですね、うん、250万。マジかよ。あ、何、何だった？インスタグラム？あ、インスタとツイッターと YouTube と TikTok ですね。全部で250万のバカたちが君を見てる、はい、バカ野郎250万人マジですごいじゃん。じゃあ、いやいやいや、全然全然、まだまだこれからなんですけど。だから結構、ね、私がこう、うん、どっかまあ、遊び行ったりじゃないですけど、なんかアクションを起こすと、うん、結構ヤフーニュースさんとか、まあ、いろんなニュース媒体さんがすぐネタにしてこう取り上げてくれるので、うん、
ミラノのファッションショーに出たなんてなったらみんなすごい興味持って取材してくれると思うし、うん、ニュースも取り上げてくれるかなと思って、はい、だからこのお互いがこうウィンウィンじゃないと意味がないと思うので、さすが、私はさすが経営者、ね、そう、私は私のできることっていうのはそのコレクション今こう取り組みされてるのを拡散してたくさんの人に広めることかなと思って、おお、すごいねということで、1時受かりました。あ、やった、はい、だってこんな受かり方ないべ、普通250万人でしょ。そうですね、はい、それ全員友達なん？いやフォロワーさんですか？いや誰も知らない。友達のわけがないよね、うん、はい、私の周りの友達もやっぱこう綺麗なモデルさんっていっぱいいて、うん、でもなかなかチャンスに恵まれない子って5万といるんですよね、あのジャパニーズモデルっていうくくりじゃん、うんうんうん、そうですね、うんうん、そういう人はファッションショー出れないね、最初から出れないですね、うん、だから結構本当にこの 5,6 年で世の中は変わってきたと思ってて、やっぱ YouTuber さんとか TikToker さんっていう人が世の中で浸透するようになったじゃないですか。だから本来であれば素材的には芸能人にかなわない人たちが芸能人よりも影響力を持てる時代になってきているっていうのが私の中でやっぱすごい嬉しくて、だから私とかも普通のなんていうかこうティーン誌のモデルさんとか、まあ、それこそなんかビビとかノンノとかああいう人たちにかなうとは思ってなくて、本来の素質で言えば、だけど別の意味で影響力を持てばその人たちに勝てる要素があるっていう、この時代にすごい魅力を感じてる。他もそうですね、芸能人さんとかだと逆に認知度はあるけどフォロワーさんはいなかったりアクティブなユーザーがいなかったりっていう人がやっぱ結構多いんで、なんかそれはやっぱり理由としてはその芸能事務所が操ってるから自分の意思でのアクションじゃないことにアクティブユーザーがつかないって私は分析してて、私は人にやらされてることって何もないんですよね。全部自分発信でクリエイティブも作ってきたから、そこを好きだって言ってくれる人が集まってるからこそ数が強いかなっていうふうに思ってて、逆にそういう自分で全部作れちゃう人の方がしっかり離れないファンの人をなんか掴むことができるのかなって個人的に思ってますね。だからそこが強みにできる時代がやっと来てくれたので、私としてはすごいこれからもっと広がってほしいなって思ってます。面白いねだいぶ面白いですよ、うん、そうですね、今回の企画とかやっぱあの最初あのお話もらった時に、うん、めちゃくちゃ面白いなと思って、うん、本来であればそんなヨーロッパのコレクションとかファッションショーなんてもう身長175センチ以上みたいな方たちがもうトップモデルたちが集うような場所にそうじゃない人たちが参入してくるってめちゃくちゃ衝撃だと思うんですよね。あ、美しいものが大事だとも思うんだけど、俺はさエンタメ寄りなのよ、はい、だって俺ファッションデザイナーじゃねえもんうん、そうなんですね、うんうん、本当に、うん、いやいや、デザイナーの定義がよく分かってないけど、はい、俺どうせファッションデザイナーではないわけよ、うんうん、まあ、エンタメおじさん、うん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 、だからまあ俺はセーフかなって思って、か多様性に対応できるようなオーディション、もともとはね、もともとはだから20いくつでしょ、はい、40いくつのさ一回諦めた人とか、うん、まあ、もしくは子供がいてみたいな人が歩いたらめっちゃ夢あるやん、はいはいはい、確かに、うん、最初はなんかそれ良くないみたいな感じで始まったんだけど、あとごめんね、あ、クリエミ、クリエミクリエミは背は162ですね。じゃあやる小さいよ。そうですそうです、うん、ちっちゃいです。あ、いいっすよいいっすよ。128162、はい、足すと足す190。君のポイントは190だ。そういうポイントの仕方すごい独特ですね190ポイントで、190ポイント合格です。合格、ありがとうございます。基準が分かんなすぎいやいやいや、でもいいよ、すごいよえ、これってこう何人ぐらいでこう出るっていうのは決まってるんですか？ね、このオーディションから2人、2人、うん、300人から書類審査で80人で、今20人、あなた入れて21人、
で、これが2時で8人になって、最後3時でウォーキングで2人。え、2人？え、じゃあ2人だけが行けるんですか？そう。少な。 あとは TikTok。 TikTok オーディションがあって、そこで勝った人が2人出るの。だから4人出る、日本人は。あとは外国の方。 Yes。 スチール。はいはい、623。はい。モード系の撮影だからね。はい、うん、絶対下手と思うよ。頑張ってよ。あー、うん、モード系頑張ってよ。はい、うん、メイクはちゃんといるから。あ、そうなんですね。メイクもちゃんとね、こもうなんかもうほんとね、うん、ジャパニーズかわいいっていうね、うん、あの、はくね、向こうの人が、はい、わー、なんか子供、うん、中学生みたいに見られ、中学生に見られちゃいますね、うん、結構いつも海外私行ってるんですけど、うん、本当に子供だと思われちゃいますね、うんうん、俺でも子供と思われるもん。あ、え、嘘だよ。信じちゃった。それもバカだろ、みんなもう。なんかこれって例えば私の方のマネージャーに来てもらって撮ってもらって、私のチャンネルであげるとかも OK なの？絶対やってよそれ。呼んでよもう今。え、今？俺今日1時までしか時間ないんだけど。うん、いや今無理。次2時に呼んでよ。ああ、いいですか？絶対そうしよう。そしたら SNS いっぱい見てくれるので、人が。マジかよ、拡散までしてもらって落とすの気まじいな。確かに確かに、2時で落ちたら結構気まずいですね。でもぶっちゃけタイプ的に2時で落ちるんだよね。ですよね。わかるでしょ。わかります、わかります。そのモードのクリエイティブってさ、違うじゃん、もう。うんうん、そうですね。やっぱりね、それをね、追いたい。というか、それを追う、うん。あのね、もともとオーディションが、まあ、あなた海外よく行くんだから、あれだろうけどさ、うん、海外がすごい遠いとか、海外の挑戦なんて、すごい、すごいことだって思ってる人がすごい多いから、うん、あ、そんな、別にそんなすごくねえし、うんうん、別にできるよと。でもね、うん、あなたが、何ハイブランドのランウェイ歩くのはちょっと難しいよな、うん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 、それは背の問題で、もう、うん、でも本当にだから影響力持ったら出れるわけですよ、はい、なんだけど、そうではない、同じ見た目の同じ背のこういう顔の感じの人はまず出れんじゃん、うんうん、なんだけど、まあ俺ぐらいのランウェイだったら出れるよって。でまずそういう挑戦を覚えてほしいのと、何しにスチールをやるかというと、うん、向こうに行ってエージェンシー勝手に回って勝手に活躍してって、うん、っていう風な、だからちゃんと通用する日本人を連れていくっていう名目でいるから、うん、うん、なるほど。そうだから2時はね、厳しいですね、すごい。頑張ろう、はい、頑張ろう、応援する。でマネージャー来て、了解です、うん、で動画アップしてもらって。です、ね、落ちたらやばい。頑張ります。ごめん、名前なんだっけ。クリエミです、ね、あ、クリエミ、クリエミ、はい、クリエミ、クリエミですね、はい、だから合格発表で、はい、クリエミって言いたいね、言わせてください。そう、見てる20人は、なんならこいついきなり来たんだけどって思うけど、この子、来ます。はい、じゃあ意気込みを。すいません、すいません。20人のライバルにぶっ殺すって言って。いや、ぶっ殺すはやばい、ぶっ殺すはやばいですけど、うん、まあ、その、なんだろう、こう私は自分でこうクリエイティブ作ったりとかずっとやってきたので、やっぱなんていうか、自分自身のできることだったりとか発信がやっぱ強い、自分の中の強みだと思うので、ちょっと負けないように頑張らせていただきます。お願いします。